はい、皆さんこちら今日のねサブチャンネルですけどね、今日はこちらスズキのねキャリーのトラックですね。こちらは新車のねキャリートラックになります。でこちらの納車準備をやっていきますね。まあやることといったらもうちょっとやってますけど、ちょっとここにねあのネームですね、あのまあ会社さんになりますんで、まあ前面にネームが入ると、そしてあと ETC の取り付け、そしてまあ新車といえば毎回の儀式ですけど、あのエアコンのメンテナンスっていうか、まあメンテナンスというよりもガスを満タンにしてあげるっていうところですね。あの新車でもガスが少ないことが多いです。まあこちらのね車どういう結果になるかっていうところは気になるところですね。まあ、それではねあの納車準備の方していきますので、皆さんご視聴の方お願いします。それではねこちらの作業をやっていきます。まずは ETC のね取り付けですね。でまあ、軽トラックって車の本体価格がもう100万円もしないっていうような車で、車はね多分安くなればなるほどもうほぼね仕切りが高いっていうんですかね。でもう儲からないです。で車売りっていう部分を考えた時に、まあ、新車と中古車があった時にね、新車なんかはやっぱり売ってもひたすら儲からないですね。それでも多分一般の人ってそこがね本当に儲かってないのか多分思ってる人も多いんじゃないかなって思うんですけど、だからこう結構とんでもないね値引きの金額を要求されることもあります。まあ今回のねこういった車に関して言ってはそういうことはないんですけど、まあ、最近ねそれこそまあ別のメーカーのね車でちょっと新車買いたいっていうので、まあね YouTube で来たお客さんがいたんですけどね、まあ、それでもね値引きがもううちの出してる値引きよりすごいもっと上の額の値引きを要求してきたと。でうちに入ってくるディーラーからの仕切りよりもねまだね超えてるんですよねっていうのがありました。ちょっとねまあそれはそれでまたいつかちょっと動画にして詳しくね言おうかなっていう感じですね。もう最近多分いろんなことがありすぎてねちょっとストレスも溜まってるんで、そろそろね放出しないといけないかもしれないですね。で ETC ですね、こちらの方が取り付けが完了しました。で燃料ですね、こちらの方が入ってないので燃料満タンをします。サムさんのところは基本的には新車中古車ともに必ずね満タンにして納車をすると。これはねなかなかやってるとこも少ないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ガソリンはね正直じゃあ空を満タンにしたと言っても、一般的の車で言うとねまあスケーだとねもう30も入んないし、普通車でも50も入んないんで、まあ、それだったらね本当の空ケースではディーラーも持ってこないんで、だいたい5か10は入れて持ってくるからですね。だったらまあじゃあ50リッター入ったとしたってねえまあどんくらいですか、7、8000ぐらいですかねって思えばもう別にいいかなっていう感じですよね。もう乗る人が気持ちよく満タンだって言われればそっちの方が気持ちがいいからですね。で今度ねガスですね、まあ定番のガスメンテ、ガス規定量320、入ってたガス160で 160g 少ないっていう結果です。新車でもねガス少ないんで、まあ、しっかりとねガスメンテをします。でこの後にね添加剤とも入れてますので、まあねバッチリとした状態での引き渡しをしてます。でまあねやっぱりこう新車のね車売りっていうのはね、まあ、利益がどうしても額を動かしてる割にはね出ないっていうところで、まあ、中古とかでも、やっぱ新しい車で人気のある車っていうのは、最近よく YouTube とか見ててもね、なんか暴落したって言ってるんですけど、言うほど暴落はめちゃくちゃしてるかって言ったらしてないし、まあ、人気車は言うても人気車なんでね、やっぱりそこまでね、関係ないって言えば関係ないんですよね。まあ、転売用の車とかで極端にめちゃくちゃ上がってるような車とかが、まあ、通常な価格に戻ったとかはね、割かしあるのかなっていうとこですよね。だからまあ前で言うとほらランクルとかねめっちゃ高かったですよね。アルファードも高かったですね。で例えばシビックタイプ R とかねあの辺も高かったですけど、まああの辺はねだいぶマシになったかなって感じですけど、まあ、それでもまだ高いのは高いんですけどね。でこちらコンプレッサーのね添加剤ですね、こちらの方を入れて、であとね車の方を最後ワックスとかそちら辺もかけてね引き渡しの準備をして終わりっていう感じですね。でまあこちらの方が終わってたらこの後ねもう一台ちょっと行きますんで、まあとりあえずね一旦エンディング入ってますね、そちらをどうぞ。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのね新車の軽トラックに、まあ、ETC の取り付けですね、そしてエアコンのメンテナンス、そしてね、まあ、ネームを貼るっていうところの動画でした。でまあねエアコンのガスが半分ぐらいしか入ってないっていうところで、なんか非常に残念な結果でしたね。なんかイメージ的にはスズキは結構入ってるような傾向にはあるんですけどね、もう134のガスだとこんなものなのかっていうとこなのか、ね、まあとりあえずはね、まあ、引き渡し前にしっかりと満タンにして添加剤も入れてっていう感じなんで、まあ、バッチリじゃないかなって思います。
でね、あとね、燃料とかもやっぱりね、ディーラーが持ってくる新車とかでもやっぱりね、燃料が半分入ってなかったですね。で、サムさんのとこは新車中古車問わずに満タン納車ですので、しっかり満タンに入れて引き渡しの準備をしたっていうところです。でも実際ね、この辺の軽トラックの新車ってね、売ってもね、リアルに儲からないです。まあ車の金額もまあ100万するしないぐらいとは思うんですけど、まあ、そのぐらいの金額を動かしてもね、実際これで出た利益って多分2万5000円ぐらいですね。だからまあペーパーマージンとして思って割り切るのか何なのかっていうところなんですけど、まあそれぐらいね、新車ってね、やっぱ儲からないですね。よっぽど高額な車でがっつり引いてくれるような車とかがあれば、あれはね、いけるのかなっていうところなんですけど、まあ新車販売はね、もうそんなものかなっていうね、逆に割り切ってるみたいな感じですけどね。まあとりあえずね、今まあ新車販売もそうですけど、中古車の買い取りですね、そちらの方もね、今力を入れてますので、皆さんね、自分の車とかを、まあ、売りたいとか、ね、あとね、新車が買いたいとかっていう相談とかがあれば、まあお気軽に相談していただければ、もしかしたらね、こう話が噛み合う可能性もありますのでっていうところですね。それではね、今回はこちらの新車の軽トラックの、まあね、納車前のメンテナンスでしたね。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。はい、皆さんこんにちは。今日のね、サムチャンネルですけど、今日ね、こちらのね、軽トラックの納車準備ですね。で、まあ動画がね、エンディングが終わって立て続けにまたこちらが始まってると思うんで、編集のミスかっていうとそんなことはなくてですね、今回たまたまなんですけど、この前のね、ネームを入れた軽トラック、あちらが多分スズキですね、スズキの方の軽トラックで、あちらを納品してすぐにもう一回ね、もう一台欲しいって言われて、で、まあすぐね、在庫として取れるところを問い合わせしたら、今回はこちらですんで、マークはね、こちら三菱マークになってます。まあもう内容は一緒なんですよね。スズキも三菱も日産もね、基本的には同じものなんでっていうところなんですけど、でこちらのね、納車準備の方をしていきます。で今回はね、もう納車準備しても ETC つけて、まああといつものエアコンのチェック、今回ネーム入れはないんでっていうところなんで、その2種類ですね。じゃあそちらの方をやっていきますので、皆さんご視聴の方お願いしますっていうことなんでね、まあとりあえず2台目ですね。まさかの2台目の注文いただきました。まあ利益がね、どうしてももう薄利なんで、まあ2台出ればね、まあその分ありがたいのかなっていうとこです。だからね、車自体の利益っていうのはもうほんと2万円ぐらいとか、そっから燃料代は引くと。で、あとはまあ ETC つけたりとかっていう分のプラスも発生すると、ただエアコンメンテナンスをする分のマイナスも発生するみたいなね。まあ、なんやらかんやらで多分、まあ、どうでしょう。ざっくりで1台2万5000円ぐらいかなっていうとこですかね、利益で。だから2台で5万円ぐらいかなっていうとこですね。まあ、大体の概算ですけどね。まあね、ほんとね、安い車であればあるほど、本当に利益がないっていうとこではあります。まあもちろんね、それでも車の購入がしたいっていう方は、言っていただければ、お見積もりいたします。で、まあね、ディーラーに最終的に多分ね、こう安さで行くと、もうディーラーの方が勝つことの方が多いんじゃないかなと思いますよね。今ここで決めるんで、もうっていう感じの話をすればですね。ちなみにガスは320の195、125っていう結果になってます。まあ、ですんでね、まあディーラーとかでまあそういう風にね、最終的にはもう買うからって言えば多分、限界まで安くするんじゃないかなと思うんですけどね。まあそれでもね、サムさんとかから買いたいとか、ね、まあもしくはね、まあこっちの方が偶然にも買っちゃったみたいなことがあればっていうとこ。だからまあその辺はね、まあ何とも言えないですけどね、あとはまあ中古車引っ張ってきてくださいとかっていうとこ。まあどうしてもね、遠隔地の方からの問い合わせ多いんですけどね、この車をこの金額でメンテナンスまで込みでっていうので言われると、そのね、指標となる金額が意外に安かったりとかして、だいたいこのぐらいの金額になりますよっていう風に送ると話が終わっちゃうみたいなね、感じは多いかなと思います。まあ買い取りもやってるんでね、皆さんお問い合わせください。でこれでね、作業の方は終わりです。はい、皆さん今日のね、サムチャンネルいかがでしたか。こちらのね、三菱のトラックの納車準備でした。といってもまあ ETC 付けとガスなんですけど、まあ大体約100ぐらいね、少なかったんじゃないかなと思います。まあ、ですんで、この前したスズキの車、そして今回の三菱の車、まあ作ってるのが一緒だと思いますけど、まあ、新車でもガスは少ないと。で、たまにね、パツパツ入ってるのもあるんですけど、大概ね、少ないのが多いっていう感じですね。ですんで、まあ最初のうちに満タンにして、もう添加剤の方もバシッと入れてるんで、これでね、快適な夏のカーライフが送れるんじゃないのかなっていうところですね。でもうまだね、ガスが134ですけど、まあ1234がね、そのうちになってくるんであればね、この 100g 少ないっていう時の 100g のコストがね、なかなか高くなるんじゃないのかなって思うんで、まあ、そういったのを考えたらね、やっぱりできるだけいっぱい入っとくといいんじゃないのかなっていうところです。
それではね、続けての動画になりましたけど、スズキと三菱の軽トラックのね、納車っていうとこでした。次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。